水風到着30分前の豊富駅です。駅構内には水風を一目見ようと大勢の人が集まっています。水風を見るために集まったのはおよそ1500人。見学客には水風の旗が渡され、到着をホームで出迎えます。午後1時47分ごろ、豊富駅に到着した豪華寝台列車トワイライトエクスプレス水風。停車している間、訪れた人たちは記念撮影をして水風を写真に収めていました。水風は5つのコースのうち、下関駅から京都駅までを1泊2日で回る山陽上りコースの1日目に豊富駅に立ち寄り観光します。今日は30人ほどの利用客が乗車していて、およそ3時間豊富市に滞在し、水風バスで毛利博物館や毛利庭園を訪れます。これまで県内で立ち寄り観光地となったのは萩と岩国だけで、今回は3例目となります。初めて泊まってくれるのが嬉しかったです。緑が好きなので濃い緑色がかっこいいなと思います。初めて見ました。迫力があってからすごかったです。一番先頭 のところが好きですね。水風を見に来た人には記念として日付入りの扇子が配布されました。